次に健康推進課からヘルスケア通信をお届けします。健康推進課の土屋さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はどのようなお話をしていただけるのでしょうか。今回は申し込み制検診についてお知らせがあります。はい、調布市ではどのような検診を行っていますか。はい、調布市では各種がん検診や歯周病検診を実施しています。検診によって個別通知をしているものや申し込みにより実施しているものがあります。はい、では申し込み制検診とはどのようなものでしょうか。基本的には個別通知をしていない年代の方を対象として実施している検診です。今回申し込みを受け付けるのは胃がん、大腸がん、子宮頸がん、前立腺がん、歯周病検診です。またこれらの検診に加えて今年度から胃がん検診に内視鏡検査、歯科検診に後期高齢者歯科検診を実施することになりました。それぞれ対象年齢が決まっていますので、司法やチラシ、ポスターなどでご確認をお願いします。定期的な検診はやはり大切ですよね。はい、がん検診ですが、がんは日本人の2人に1人はかかると言われている病気です。一方で医学の発展により早期に発見し治療することで治る確率は高くなってきています。がんを克服する最大のポイントは何といっても早期発見、早期治療です。定期的にがん検診を受けることでそれが可能になります。また歯周病は40歳以上のおよそ8割がかかっていると言われています。最近では歯やお口の健康が心臓疾患や脳梗塞とも関連が深いことが分かってきました。歯周疾患を定期的にチェックすることでこれらの病気を予防することができます。また後期高齢者歯科検診では嚥下能力検査といって食べ物を飲み込む機能や噛む機能の検査を受けることができます。早期発見、早期治療が大切なんですね。では申し込みと受診の方法について教えてください。はい、はがきを健康推進課宛にお送りいただくか、または健康推進課の窓口にお越しいただくことで申し込みが可能です。またインターネットによる申し込みも可能です。インターネットによる申請の場合はパソコンから都内の自治体で共同運営する東京電子自治体共同運営サービスのホームページへアクセスして申請してください。お電話での申し込みはできませんのでご注意ください。はい、郵送の場合はどのようにしたらよいでしょうか。はい、はがきの場合は氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話番号と胃がん、バリウムもしくは内視鏡検査、大腸がん、子宮頸がん、前立腺がん、歯周病、後期高齢者歯科検診のうち希望する検診を記入の上健康推進課に送付してください。複数の検診を希望する場合も家族で申し込む場合も1人につき1枚のハガキでお願いします。申し込み期間は10月18日までです。受診期間は来年1月4日から3月16日までです。11月下旬に送付するご案内に同封している指定医療機関で受診をしてください。詳しくは9月5日号の司法で検診の種類、対象、申し込み方法などをご確認ください。では最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、病気は症状が出てからでは手遅れになってしまう場合があります。症状が出ていないうちに治してしまうことが大切です。また日頃の生活習慣を見直すことで病気を予防できます。検診を積極的に受けることでご自分の生活習慣を振り返るきっかけになると思います。自分はまだまだ元気と過信せず定期的に検診を受けてください。健康推進課の土屋さんにお話を伺いました。